はいどうも、カデアンでございます。今回はですね、僕が毎週買ってる漫画雑誌の一つで、ヤンマガというね、雑誌についてちょっとね話そうかなと思うんですけども、まあ僕は個人的に思うところでして、まあ将来のね、ヤンマガの看板というかね、柱になりそうな作品というのをですね、まああくまで個人的な目線ではありますがね、今回はねそういったところの作品を紹介しようかなというふうに思います。連載長い作品はともかくやっぱりね、もっと連載が出たばっかってしたばっかりの作品とかでも、やっぱりね、これからどんどんね面白くなってきて人気も出て、もちろん発行部数とかももっと売れてほしいというところから、本当にその漫画雑誌を象徴とする作品になることによって漫画雑誌が売れるっていうのはね、これは必然の流れかなと思うんで、今回僕が選んだ作品たちをですね、もちろん一作品ずつなんですが、まあ、これじゃないかなっていうのをね、まあ、紹介しておこうかなというふうに思います。まず一作品がですね、こちらでございます。マイホームヒーローでございます。まあこれはですね、本当結構ね、人気というか、もちろん人気もそうなんですけども、まあヤンマガの中ではね、この新人、まああるいはもうね、まあ中堅までは行かないと思うんですけど、まあね4巻まで出てるんで、うーん、やっぱりですね、マイホームヒーローはこのね将来性の中で筆頭かなというふうに僕の中では思ってるんですよね。悪の組織から逃れるための心理戦とか、まあ隠蔽工作みたいな、その知識みたいな部分が植え付けられるところももちろん面白いですし、その攻防戦とかで、まあ、緊張感とかヒラヒヤヒヤさせられるところとかも、まあそこがね一番の醍醐味かなというふうに思っちゃうところもあるんですけど、それにプラスしてですね、この家族愛っていうところとか、まあ、夫婦愛というのを描いてるのが、まあマイホームヒーロー、本当それが一番僕はね面白いかなと思ってて、この状況をね、どうやって打破するのかというのは、もう頭脳っていうか、もう作戦とかじゃなくて、やっぱ思いもそこにね、思いもちゃんと寄っていかないと、まあそのドラマチックな演出とかっていうところでも、まあやっぱり知識の中でがんじがらめになりすぎないところが、まあイホームヒーローも面白いところなんじゃないかなと僕自身思っちゃうところもありますんでね。こっからどんどんね、もう先もわかんなくなってくるのが、やっぱマイホームヒーロー面白くなってくるんじゃないかなと思います。思うところもありますんでね。やっぱね、ヤンマガに染まったような作品ではあるんですけどもね、ここら辺からね、もしかしたら早く終わってしまう可能性もなくもないかなと思いつつですね、やっぱこのね、このまだまだ関数が少ない中ではね、僕は一番推したいのはこのねマイホームヒーローかなというふうに思います。続きましてはですね、こちらでございます。グラシュロスでございます。まあこちらのね作者の方お二方おりますがね、原作が金城宗行先生、そしてね、作画担当が藤村明治先生というね、まあマガジンで連載してた神様の言う通り、まあ1と2ね、そのシリーズの作者ということで、まあ結構ね、作者買いされた方も多いんじゃないかなってところでして、僕もねそういったところでね、ヤンマガの1話から、この作品ね読ませていただいてるというところであるんですけども、はっきり言わせていただくとですね、この神様の言う通りよりも断然面白くなった、こっちの方が。もうなんかね、やっぱゲーム感覚よりもこっちのサバイバルっていう方がね、やっぱ僕はなんかね、そのゲームかサバイバルって言ったらこっちの方が好きになるかなっていうのは、僕の好みの中でもね、やっぱほんとこの作品ねめちゃくちゃ好きなんですよね。原始時代という設定もまあそんなにね僕もね、触れてないっていうところもあったし、まあもちろんその敵討ちっていうところもね、いろんな漫画あると思うんですが、やっぱその険しい道のりってもうそのいろいろあったりもするんですね。そういったところでもやっぱこの原始時代というところの世界観のスケールのデカさっても結構感じたりもしますし、この画力と僕はこの世界観っていうのはすごくマッチするんだと思ってて、それがやっぱね、この原作の金城先生がそういう風に考えたのであればめちゃくちゃすげえかなと思ってて、そういうところからやっぱりですね、グラシロスのこの独特な、もちろん言い回しとかも面白いですし、そこの言い回しとかもやっぱね、作画のこの藤村先生にももちろん合ってるんじゃないかなっていうのがですね、やっぱこの作品ですね、本当もちろん敵討ちってシンプルな目線で楽しめるところもありつつ、まあこのお二方がちゃんとねお互いの良さを発揮してるんじゃないかなってぐらいの内容になってるのが、やっぱグラシオスね、めちゃくちゃ面白いんじゃないかなというふうに思っちゃうところもありますんでね。マイホームヒーローと比べるとどうかなと思うんですけども、その中でもやっぱね関数少ない中ではやっぱこのグラシオスもね、僕の中でも推したい作品かなというふうに思います。そして3作品がですね、こちらでございます。1日外出録班長でございます。まあ簡単に言うとですね、カイジのスピンオフということで、カイジに出てきたチンチロでね、もうちょろまかしてた大月というね、まあ班長っていうイコールね、そのグループの地下労働施設のグループ、そのカイジが所属していたところの、まあ班長が、
まあ、なんと主役としてね、こういう風に抜擢されたっていうのが、まあ、僕はね、そこがめちゃくちゃ驚いてですね、トレ側はなんとなくわかるけど、こいつそんなにプッシュされてたかっていうところから、すごくね、意外性っていうかね、まあ、こいつが起用されるのがね、なんでかなと思ってたんですけども、1日外出券というのをね、何ペリカとかで、買ったことによって、まあ、1日外出券そのままの通りね、1日中そのね、どこでも好きなところに、まあ、行けるけど1日というタイムリミットっていうのがあるんですよ。その中にこの1日外出券というのをどうやってね、使いこなすかっていうのが、このね、主人公大月がね、めちゃくちゃ使うのが上手くてですね、グルメっていう線で言うと、やっぱりね、いろんな店をね、食べに行きたいとか、まあ、料理とかっていうのも、今日はどういう気分でどういう料理をね、食おうかなっていうのが、まあそこがやっぱりですね、自分の好みというか、まあ好みだけじゃなくて、やっぱ気分っていうところからですね、やっぱその自分チョイスするっていうところも、まあほんとね、めちゃくちゃリギリギかなっててですね、そこがね、なんとなくその説得力感じるのかな、まあなんかすげえかなーって思っちゃうところもあるんですよね。いろいろ賞レースとかにも顔を出してる作品なんでね、まあしけ知られてる方もおられるかなと思うんですけども、まあやっぱりね、カイジのスピンオフというところから、まあどんどん人気出てるんじゃないかなっていう、まあそれも単独のね、この班長自体も面白いんですけどね、そこら辺もいろいろ考えながらですね、まあカイジを読んでた方とかにしたらね、こういう作品もね、まあ結構ね、ハマるんじゃないかなと思いますね。まあ3作品目が1日外出録班長でございます。そして今回最後にさせていただくんですが、4作品目がですね、こちらでございます。セブンスターメンソールでございます。まあこちらのメンソールはね、セブンスターシリーズの第2シーズンというところで、まあ第1シリーズも、まあそんなに完成してないところで終わったんですけども、この第2シーズンっていうところでね、現在連載中っていうところでありまして、ね、まあここはまだ関数が少ないんで、まだまだ変えるんかな単位ではあるんですけど、まあ第1シーズンと、まあ一応ね、連続して買ってもそんなに多くはないかなというところで、今回はねこの作品選ばせていただいたということなんでね。セブンスターという作品自体がもともとはね、ヤンキー OB を描いた作品でしてね、セブンスターという名前のもう伝説のグループがあって、そこに所属していた、まあその7人の話っていうのがね、その成人したことによってどういう生活を送っているのかっていうシンプルな目線でも楽しめるところもあったし、その過去にね、実はとんでもない事件を巻き起こしていたっていうところから、スタートしてね、どんなことがあったのかってまだ全然僕もね分からなくて、まあ事件の内容っていうか、なんとなくこういう事件があったっていうだけしか分からないから、そのねシンプルなサスペンス目線でもなんかすごく楽しめるところがあって、そういう風にちょっと気になってしまうと、まあ第2シーズンなんですけど、第1シーズンからどんどん続いてるんで、これを最後までね読まないかんかなっていう、この気になってしまったらちょっと中毒性が半端ないかなっていうのが、セブンスターの一つの面白いところかなというふうに思っちゃうところもあるんですけど、第2シーズンとかいうのはですね、この主人公のね、セブンスター最強のこの三船が、まあイギリスを舞台にですね、ギャングに一つのギャングのチームに巻き込まれて、すごい無理やり入らされて、そしてね、もう仕事かねって、もういろんな仕事やりまくって、もうね、このギャングの世界を、もう、そもそもギャング入りたくねえけど、もう仕方なく生きていかなきゃいけないっていう風な、もうめちゃくちゃ辛い人生を送ってくるんですけど、ギャングのならではのね、陰謀とかにも巻き込まれたりとか、もちろんその中にも注目されたりして、めちゃくちゃ目立ってしまうっていうところが、やっぱその主人公がね、ほんと巻き込まれて、ほんと巻き込み事故みたいになってるところが、その様がめちゃくちゃ面白くてですね、このね、作者の方は山内大樹先生って言ってね、ギャングキングの作者なんで、まあ、そこら辺でもですね、ほんとギャングキング同様の面白さっていうのも、この作品にも引き継がれてるんで、そういった目線でも楽しめるかなと思っちゃうところもあるんでね、今回最後の作品がですね、いや、僕もね、結構ね、この作品めちゃくちゃ推してるんですが、セブンスターメンソールでございます。ということなんでね、今回はね、一応ヤンマガの中で、将来的にこの作品来るんじゃないかなっていうのをね、一応僕の中ではこの4作品かなっていうところで、ね、ちょっと選ばせていただいたと、いうことなんでね、まあね、もちろん他の作品がね、面白くないとかっていうよりも、まあこの作品とかよりもこの4作品がね、ちょっと抜きに出て面白いかなっていうところで今回は選ばせていただいて、まあね、こういった雑誌縛りっていうのはもちろん昔僕もずっとやってたんで、まあね、やっぱり時々ね、なんかしらのことで、雑誌についての動画も上げていこうかなというふうには思いつつ、もちろん単独の動画もね、まあやっぱりパブルがめちゃくちゃ多いですけどね、他の作品も別にできんことはないかなって思いつつ、やっぱそのね、単独は単独でね、もちろんその一作品の良さを伝えながら、その作品の宣伝にもなると思うし、今回はね、この4作品もそんなに関数出てないなっていうところから、まあセブンスターはね、第1シーズンから出てるんで、そっからちょっと読んでいただきたいかなと思うんですけど、まあやっぱ関数少ないところはまだまだ知られてないっていう部分もあるんでね、そういったところなども含めてですね、まだまだ世に出てないとか、そういった作品とかもね、僕の方でもどんどん紹介していこうかなというふうに思います。
本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローの方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。